出だしが悪い。やっぱ大石にワンマンいた。こんにちは。まず今日、本当はね、無線大好きなんじゃなくて無線の単独ワンマン梅田武蔵修行がね、の予定だったんですけど、それがちょっと上さんとお話し合いの結果ね、なしになってしまったというのが、まあ、3月21日に延期されたんで、それは本当に大変申し訳ないです。すいません。3月21日に、延期、無線単独公演とリバイバル会議が延期となりましたので、それに、伴い、はい、まあ、こちらの方針や、まあ、前回の会議とかのまとめをしていきたいと思います。はい、じゃ前回のリバイバル会議から、はい、いきますね。これもうコメントとか来てるよね。来たんですよ。大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。では早速いっちゃいますね。この前の第1回のリバイバル会議が12月15日に行われました。行われました。硬いね。前回のリバイバル会議の復習からまずしていきたいと思います。今後のリバイバル会の12月15日の時の今後の方針今後の目標が、一つが有名なイベントやフェスから出演依頼がもらえるグループになるのと、あと新規の方が入ってきやすい楽しい現場作りっていうのが、私たちの課題だったと思うんですけれども、ありがたいことにこの10有名なイベントやフェスから出演の依頼が来てるっていうのが、まあ、皆さんが分かっていると思うんですけど、3月から結構動員重要のライブが増えてきて、でマイドル甲子園とか、まあ、結構いい感じのライブに出演の依頼が来てるので、これは成功で、なぜ動員重要なのかって、そのなんか多分ね、確かにあれやと思うんですけど、まあ、今明日のやつとか、明日のオンザライブさんとか、なんだっけ、フォーマンのライブと上野さんとかは、まあ、そのここで結果を出せたら主の大きなイベントにエントリーしやすくなるっていうのもあって、まあ、そのガールズビジョンさんとか、ね、うん、いっぱい出させていただいた結果、これ言っていいんですかね、うん、アイドル甲子園に出演することができたんですね。ありがとうございます、はい、本当にそれは本当に皆さんのおかげで、ガールズビジョンさんとかで、まあ、動員重要をかけてやっぱ結果が出せているので、アイドル甲子園さんに、まあ、出演できるってできたっていうことがやっぱ結果にはなっているので、そのね、聞いたことないイベントでなんで動員重要なのってなっている方もね、まあ、多分いなくはないと思うんですけど、うん、まあ、それと一緒でやっぱりその小さなイベントで結果を出し続けたら、こういうふうにアイドル甲子園さんみたいに大きなイベントに出やすくなるとか、エントリーとか出演依頼が来るので、大事なんですだけど、まあ、結果に残ってきてるので、そこは本当にいいのかなっていうのと、やっぱそれも動員できてるってことは、やっぱ新規さんが増えてきてるってことなので、この新規の方が入ってきやすいっていう現場も、まあ、かなってきてるのかなっていうのがある一方あるんですけれども、まあ、一方で、その何だろう、今問題となっているコールについてちょっとお話をしたいなって思います。このコールなんですけれども、何だろう、やっぱリバイバル、基本的に私たちはもうアイドルなので、コールはやっぱ皆さんの方が詳しいし、全面的にか、基本的には任せたい気持ちでいます。でその中で、なんだろう、多分なんだ、リバイバーちゃんリバイバーの方も話し合って決めてくれてて、で なんて言ったらいいんだろうね、なんだろう、なんて言ったらいいの決めてくれてると思うんですけど、
え、まずやめてほしいことから言うと、うん、まあその今、あ、そうだね、認知度の低いコールはやめてください。で、それはまあそのなぜかっていうと今のやるべきものではないからですでそのカンペとか読みながらコールするっていうイコール知らない人が多いコールってことになるので、それはやめてもらいたい。でやっぱそのある程度、まあ、その初心者とか老若男女全員が知っているコールで構成していただけるようお願いします。それは何でかっていうと、やっぱまあライブとかやってる時とか、まあ、その客観的に見てみるとやっぱその乗り切れてない方の方が今多いですね、現場的には。でやっぱそのなんだろうな、まあ、新規さんが入ってきやすい楽しい現場作りって、まあ、そのパフォーマンスもそうなんですけど、やっぱそのコールミックスで一体感が今ないのかな。そのリバイバーで今一体感が皆無なんですね。でそれは、まあ、そのやっぱコールに納得してない方もいるのもあるだろうし、難しくてわからないからとりあえず聞いとこうっていうので、なんかそのやっぱ人現場人現場みんなが大事なものなので、お金払ってきてるし、なんでその人現場人現場の満足度を全員が得られるようにそういうコールはやめてほしいですっていう感じですね。で今やるべきコールではないっていうのは、その母数とかもそんなにまだ今固定しきれてはないので、やっぱそこでやるべきではないかなっていうやっぱ周りを巻き込める現場に今はしたいから。でも多分向こうリバイバーの考えもあって多分コールは作られてると思うので、まあ、今はこっちの一方的な考えを言っちゃってるから、まあ、そこで何かあればそのリバイバーの会議で言ってくれればなって思う。とりあえず私たちはそのなんだろう、そのやってほしくないとコールだけはとりあえず、そうとりあえず今、じゃあ今何点か挙げると、まあ、その認知度の低いコールはやめていただきたいっていうのと、うん、まあそのまあ、イコールそのみんながしててみんなが声を出せるようなコール、まあ、やりたいコールとかもあると思うんですけど今ではないかなっていうのが、まあこちらの意見と、あとまあその、まあ、例を挙げたシューティングスターゲイザーなんですけど、いらないコールが多すぎるかなっていうのが率直な意見ですね。まあそれは何でかっていうと、まあ、やっぱシュースターとか、まあ、メモリアルライトとかもそうなんですけど、まあ、曲調的に歌を聴かせたいし、そのまあこういうね、何こういうのとかサビのやる時とかはみんなにやってもらいたいのはあるんですけど、やっぱ歌を聴かせたいっていう気持ちもあるし、その歌も聴きたい人が聴けてないっていうのも状況的にあるから、なんか私というかみんな、なんだろうね、なんて言ったらいいのシュートとメモリアルライトに関してはそもそもその歌メインなとこがあるので、まあ、その歌ってる途中落ちサビとかに、まあ、その歌コールとかを入れられるのは困る、やめてほしいっていうのと、なんだっけ、まあそのまあでもそのやめてほしいって言うんだから、こちらの歌のクオリティとかパフォーマンスのクオリティももちろん上げていくのはベースとしてあって、でまあそのそうですね、シュースターとメモリアルライト、なんだこれ、あれあれ言っていいんですかね、どれどれあのそうねっていうのはいい、あーわーい別の言葉で言えないけどまあそのシューティングスターゲイザーとかに関してもやっぱりまあそのまあね、ステージから見てみるとやっぱあの聞きたい人がいるんだなっていうのがまあ分かるよね、うん、分かるし、
まあ、そのコールを打ってない人とかはそうだと思う。そうだね、多分打ってないってことはそういう意味だと思うので、うん、やっぱその私はそのコール自体は好きだし、そのコール単体は好きだけど、うん、別にそこで無理やり入れるようなことではないかなっていうのがあるし、まあ、基本的に私がコールを入れてほしいのって感想、イントロ、感想、アウトロぐらいなんですよね。まあ、それに踏まえプラスアルファでナッツとかさ、うんうんうん、そのバナさんとかがあるのは全然いいんですけど、うん、なんかその聞かせるとこで無理やり入れられるのは困るかなっていう感じ。歌が消えるね、うん、私たちいなくていいんじゃないってなっちゃうそう思っちゃうから。そうそう、やっぱ歌を届ける、歌とダンスを届ける人たちなんで私たちはやっぱそこが皆様のステージになっちゃうとちょっと困るかなっていうのがあるので、なんかその入れたいのであれば歌パートではない感想とか、うん、アウトロイントロに入れていただければ、入れてください。コメントで、はい、後から来た方に何の話してるのか分かるようにコメントで書いた方がいいですかって言ってくれてる。あー、なるほど、今氷についてとか。そんな優しい人いるんだね。やってもらった方がいいですか。ジュンディさん、あ、ジュンディさん、ありがとうございます。 ありがとうございます。コメントで、それはなんかやっていただけたらありがたいですね。はい、ですね、はい、今コールの話してます。はい、はい、まあ今の多分今なんかみんなコールの話してます。はい、今みんな、はい、で今、ねえりっくんさんから、はい、ありがとうございます。しました。はい、質問 OK であればシュースタ、具体的にどのコールがいらないですか、矢印、アイヌ、日、カ、ヘン、ワールド、カオスと。で、りょうくんさんも、りくさんの言う通りのことが聞きたいですっていうので。アイヌ、日、カとかがちょっとわかんないんだけど、私的にはウーロンハイいらないですね。あと、ワールド、カオスもいらないです。うん、なんかあの、チャペチャペチャペ、チャペチャペチャペみたいなのは好きですけど、なんか、だからそもそもその、だからなんか、なんだろう、スタンダード、まあ、多分大手とか中堅にいたらスタンダードなものだと思うんですけど、やっぱ今私たちが戦ってるのって地下なんですよね、残念ながら。だからなんかそこをやっぱ背伸びしてみると多分崩れると思うんですよ、多分うまくいかないので。やっぱそこをだもう、まあ、じゃあシューティングスター経済に関してはそのなっちゃんのパート B2B2B って言って分かるから、2番の B メロで、じゃあそのなんかちょっとさゆりちゃんだけど、ちなみに今ってその、シュースタに関して言っている、それともその全体のコールミックスについて言っている。全体、あれ、ワールドカオスとかは別に僕はワールドカオスとかいいと思うんだけど、じゃあ一回一個一個自分たちの曲に関して言ってみると、最初にデビューした時の曲あるじゃないですか、20、絶対的リスタート、うん、絆の希望の光希望の絆ってと、あとあの SPL あなた、うん、とに関しては全然 OK、 今まで通りで嬉しい、はい、じゃあ一個一個聞いてみますね。まあその曲名が分かんない方はちょっとあの何のこっちゃったと思うんですけど、まあじゃあ、じゃあそこからのシカルオランデスシュースターに関してはランデスも私はうん、てかみんな多分 OK だと思う、 OK じゃないけどランデスとかも全然あの多いみたいな、一回これねあのダンスの先生にねやめた方がいいみたいな言われたんだけど、あごめんランデスで、まあ、それも別に全然なんか気にならないしやっていただいてもいいですって感じです。でガルオのなんかパン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 ポケモンパンみたいなあるじゃん、ダンスパート、うん、あるね、なんかあれが私的にはなんか賛否両論を経てるのかなって思うんですよね。ない時があるしある時もある、これはどうなのかなっていう、分かる人と分からない人がいるんだろうけど、みーたんはどうしてほしいんだろうね。みーたんはみーたんはっていうか、まあ、手拍子もどうしたらいいか分かんないけど、うん、パンではないみたいな言ってたの、うん、なんか曲調的にパンなのかみたいな。でも私は別にパンでもいいと思うから、もうそもそも誰かの意見を聞いてたら多分収束つかないと思うんだけど、うん、だからガルオに関しては逆にもう決めた方がいいんじゃない、パンを入れるのか
そうでないの。私は別に入れていつもパンが。ああ、今知らない人もいるんじゃないかなっていうコメントは。パンですか？パンが？うん。ああ、そうなんだ。パンを知らないってことか。え、パンを知らない。ガルボは賛否というよりは全体的に迷っている状態という認識だそうですね。じゃあそれももう決めた方がいいと思います。なんかみんなやっぱなんか人によってさ、パン知らん人は少ないと思う。ああ、うん、じゃあパンいいと思う。でガールズウォーズのそのなんか感想で、うん、多分やるかやらないかがなんかその多分そうですね、多分なんか曖昧な、うん、多分やってる時があるけどそのなんか主導してる人たちがいないと多分何もないから、うんうんうん、やってる時やらない時みたいな感じなんで、そこに入れること自体は私たちはいいと思う、うんうん、全然そのパンよりも分かりやすいものがあるのなら、それは入れてほしい。全然パンにこだわってるわけではないそうでその別にでもそのやっぱ私はなんか感想とかでコールないの寂しいと思っちゃうけど、うん、まあでも、うんうん、なんかあった方がいいから別にパン入れてっていうわけではなくてその何なんていうのパンにファンよりも知名度があって、うん、みんなが打てるものがあるのであればそれを入れた方がいいのかなっていう、うんうんうん、だから今多分1曲ずつ決めた方がでも最初のミオホントゥスケとかも別に誰かが起動発動したら言えてるから全然それでいいと思うし、うん、これ今コメント来たなんかこれ重要だなと思うんだけど、はい、なんかその初見ですがファンが内輪で盛り上がってるのとか見ると冷める。うん、これはすごい分かるのよ。だから多分それですよね。それがなんかなんだっけ、うん、リバのコールあるじゃん。あ、そうそうそう、それじゃない。うち一個ずつ処理していきたいけど、そうね、そうそう、それと一緒でなんかその内輪っていうのが多分みんなの中で内輪の何その何て基準が多分違うと思うんだけど、あの内輪っても多分もう周りが知らなかったら内輪なんですよね多分。でその、うんうん、だからなんかそのオリジナルコールとか、まあ、そのやりたいコールとかが、まあ、ワンマンとかね生誕とかでもしあるのであればその、まあ、私これ他のアイドルグループの名前言わない方がいいですか。別にいいと思うよ。ウイバナさんのワンマン行った時にウイバナさんのファンが全員入場のとこでコールの票配ってたんですよ。でだからそのオリジナルコールみたいなやつとか難しいコールとかの時にやってたんです。ここの曲でこれとかここの曲で多分見れば分かる人が分かるやつ、うん、私が見てもあんまり分かんなかったけどそれがあったりしてて、だからそのオリジナルコールに関して全否定してるわけじゃないし、うん、そのだじゃあ知名度低いコール、うん、じゃあに絶対すんのかってそう言うんじゃなくてそういうこの何カンペじゃなくてカンペとかそのとかそのコール表とかを配るとかをやっていただけるのであれば全然いいですけど、その LINE とかでやってるのがうちわじゃないっていうのは LINE 入ってない人からすると、まあ、グループ LINE とかもしねあったとして組織とか、うん、あと Twitter とかやってない人からするといやもうそれうちわだよねってなっちゃうから、うん、え今何でしたっけうちわのあ、うちわで盛り上がってる現場は冷めるっていうことね、うんうんうん、まあ、だから私が例を挙げると現場の例を挙げていいですか。まあ、その新宿フェイトのフォーマン、あ違う何だあれスリーマン、スリーマンの時ワンコインの時は完全にうちわだったと思う。でもそのなんだろうやっぱこのここにファンがいてここしか盛り上がってなかったっていうのがあって、でそのなんか私がねあの最初にいいじゃんって言った言ってない問題みたいなのが多分今あるけど、うんうんうん、正直私コールのことわからないからなんかハマってればいいと思ってたのね。でもなんか、うん、こうライブの場数を踏んでいくメモリアルライブとか踏んでいくうちにあれ違うじゃんってなるから意見が変わるの当たり前だと思うのねそのなんかそのもうあの私もそのなんかあなんか違うんじゃないかっていうので、まあのコールとかをしてる人に確認したのね。これはどうなんだろうみたいな、これはみんなが発動したら分かるのっていうので、まあでも難しいのかねみたいな感じになったから、やっぱそこもなんかその私がいいと思ったからやりきるっていうよりかは、まあ、周りのやつとか周りの人の反応とかも、まあ、多分まあ確認するの難しいけど、うん、ちゃんと見た方がいいのかなっていう。でまあそのだから自分がカンペ読んでできるコール、うん、自分がカンペ読んでまでしないとできる
できないコールに関してはやっぱできないから、みんなが、うん、だったらそんなにそれやりたいならやっぱそういうなんかなんかこういうさ棒のなんか何かこういうのとかさ、こういう何みんなが見えるカンペとかを知ってあげないと身内になるよねっていうのがあるかなっていう感じ。まあ、りっくんがコメントしてくれてるんだけど、はい、ねりっくんさんがなんか僕もなんかそういうことかなと思うんだけど、そもそものコールは決めるものではなくて自然に発生するもので決めすぎるのも良くないかと、うん、ただ実際決まってきているものもあるのでそれは自然に定着しているという認識ですと、うん、なんかそういうことかなとは思いつつ、なんかその言ってたみたいにはあの親切でなんか例えばそのボード作ったりなんだりかんだりとかやってたとしても、うんうんうん、僕はなんかあのなんかあまりにもなんか よくわからんコールとかあったりするじゃん、うん、あれを見るたんびにそれはどこのグループでもだけど、うん、あーんってなってるから、なんかその新規をつけるっていう意味ではあのなんか初見の人が分かりにくいもの以外でやってほしいよねっていうルールが一番いいのかなと思ってる、うん、まあ、本当にもうとりあえず今のそのファン数とか今のなんだろう全体感としては多分そういうコールはやらない方が絶対にいい。そのカンペがあったとしてもやっぱなんか他の現場とかよく見るけど、まあそのねやっぱうん、フロアにいる人みんなで盛り上がってほしいよね。そうですね、うん、どうせね、なんかそのたまたまでもなんでもそのライブの時にさ足あの会場内に残ってくれてて、どうせ見てもらえるんだったらなんかそのね他のファンの人と一緒に盛り上がってほしいだろうし、うん、そうですね、そのね人たちが入りやすい一緒に盛り上がりやすいものであればなんか別にあとはあの自由にやってくれっていう、ね、でもなんかコールミックスに関してもまあ多分好意とか善意でやってくれてるものだから、うん、まああんまりこれをやってくれっていう何強調でか、まあ、共有はしたくないんですけど、うん、まあやっぱその今の状況はちょっと変えないと改善がされないよねっていうので、そのみんながやってくれてるとかみんなが考えてくれてるコールに関して全否定をしてるわけではなくて、まあそのいいやつもあるし悪いやつもあるのはもちろんそうだし、でまあその悪いのに関し悪いっていうかやめてほしいっていうのに関しては、まあさっき言った難しいやつとかはやっぱ今のクオリティなんていうのリバイバル愛でやるべきものではないと思いましたね。でまあそのまあだから本当になんかそのなんか、まあ、今こんな状況が続くなら固定した方がいいと思うし、じゃあそれ今のこの会議とかリバイバル会議21年を経てなんかちゃんとこういい現場作りができるのかってなったら、で今は新規の方が入りやすいどころかリバイバーの中でもちょっと離れていく方が多くて耐えられないというリバイバー新規を増やすための方針だけど、うん、リバイバーがそもそもついてこれてない、そうそうそう、プラスもうリバイバーもちょっと なんじゃこりゃっていうのがない、うん、あのなんか一体感がない今全てに関して リバイバル愛とリバイバーの一体感もないし、リバイバル愛のフロア全体も一体感がない、同じこと言ってたんだけどまあ違うことじゃない、うん、まあ、一体感がないのはもうそうなの間違いないんですよね。そうだから、まあ、なんかその新規どころかっていう問題になってきてるから今の現場に関して、でなんか多分今ね、なんだろう迷ってる、そうこのコールは打っていいのか打ってないのかって迷ってる方がいるんで、今明確にこう言ってるだけであって、まあだからやりたいことがあるならやればいいし、でも私たちのお願いはこうですっていうだけで。強要というか、ね、絶対してくれよなってわけじゃなくて、極力こうしてほしいっていうことを伝えてるだけです今ね。
でも本当コールしてくれてるのは嬉しいです。ありがとうございます。本当に大前提です。ありがとうございます。私たちのパフォーマンスと歌だけでは楽しいって思う人とかもやっぱまあいてくれてるはいるんだけど、やっぱそのみんなの熱量とか一体感があるから楽しいっていうのになってくるから、うん、そのコールやれてくれっていうわけじゃなくて、そうです、そうそうそう、それなんかそれは分かってるし、全否定してるわけじゃなくてその新規が入りづらくなってるんだよっていうことがまず一番分かってほしいかなっていう。だからそのなんか例を挙げるとしたら、この前のコズミックラボ、サーキット、まあ、多分行ってない人もいると思うんですけど、あ、はいはい、まあ、すごい楽しかったと言われることが多かった、サーキットに関しては全部。確かに、うん、なんか、うん、サーキット2本あったんですけど、どっちも楽しかった、うん、また行きたい、夜も行くねみたいな方が多くて、うん、でリバイバルアイ自身も楽しかったんですよ。だから満足感があったっていう、だからそのだからなんかその全部が全部ダメなんじゃなくて、うん、そのやっぱ一体感が出るときは出るし、だからそこら辺それをずっと続ければもっと母数も増えるし、リバイバル愛とリバイバーも満足感が得られるよねって、やっぱみんなお金を払って時間を割いて会いに来てくれてるのに、不快な思いをしてはいけないと思うので、誰一人として自分の自己満だけで、だからそこはやっぱなんかその上を一緒に目指していただけるのであれば、やっぱそこはちゃんと協力をしていただきたいかなっていうので、はい、まあ、あまりねこれ言うの悩んだけど、やっぱみんなのこと信用してるし、リバイバーとリバイバー内の関係もよくしていきたいので、これはもうはっきり言わなきゃなと思ってはっきり言ってるだけですね。全員否定してるわけではない、これはもう大前提に思ってほしいんですけど、まあ、そのだからそのなんかその悩んでるとか あるなら、なんかそのコールに関しても決ま定まってないとかがあるなら、あ、なんて言ったらいいんだろうね。でも私はある程度決まってた方がいいかなって感じかな、うん、私はね。落ち着く。その自分がファンやってても、なんかこれがない時とある時結構ないんだあるんだとか言うので、ちょっと困惑するから、うん、なんかある程度の 70% は完成しといた方がいいのかなっていうのは、やっぱコールがないで、もしみんとねコール決めたらみんな来なきゃいけなくなっちゃうから、うん、毎回のライブ、うん、でそういうのが私たちでも煽れるようなコールとかが、うん、まあ、いいよねっていう、そのなんか「タイ行くぞタイガー」とかさ「トラトラ」とかさ、うん、そういうのが煽れるようなやつだと嬉しいですっていう、で本当にスタンダードなみんなが盛り上がるようなやつの方がありがたいかなっていう。で、まあガールズウォーズに関してはその、まあ、パンじゃない何かを入れるなり、うん、でなんかねそのサビ前のタイガーみたいなやつあるじゃん、うん、ここの時がタイガーみたいな、うん、あれに関しても全然いいと思います。伝わってますなんかその、うん、大丈夫ですか。いいと思います。ただ今パタピローは私大好き、ダイソン、あ、ダイソン好き。わかりやすくない？パタピロー別に問題ないんだけど、それ、うん、なんか私も見てる限りでは別に問題ないかなって思うんだけど、まあそれもなんかやっぱエモい曲なんじゃない、やっぱり。そう、エモい曲っていうか何やったっけ、あとアンコールとか、アンコールとかもバチグーじゃんね、うん、アンコールバチグーだねで、シュースターがやっぱおちさみがどうしても気になるかなっていう、うん、あ、なんかみんなもみんなで言うのみたいなのが嫌だよね。あ、そうそう、なんかそのなんか自分が、ね、そう、自分らがあの歌ってて嫌な気持ちになるのももちろんそうなんだけど、なんかえみたいな、なんかその何分かる、そのお客フロアの方がえ今みたいなのが嫌だね一番ね。やっぱなんか別にこっちはもうなんかもうまあいいかってなれるけど、うん、やっぱそのフロアの方が満足できてないと、やっぱ一番ね、まあ、みんながねもう100人中100人が満足できるフロアなんてまあ作れないだろうけど、やっぱ8割は満足していただきたいので、やっぱなんかそこみたいな、うんうん、とこはやめてほしいかなっていうのと、
意義ありとかは、意義あり私最後わかんないんだけど、今変わったけど、なんか言ってるよね、まあ、そんなの関係ねえとかは私は好きだけどまあそれをそれみたいに作ってるもんね、まあなんか最後のさトン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 みたいなとこでさ、前は今はなんかトラタイナーみたいになってたんだけど、かんない、なんか前が何言ってんのか全然わからんっていうので、案の定みんなも何言ってんのかわからんっていう方が多かったからなんかそういうとこかなっていう、わかる頃ね、うん、わかる頃をやってほしいなっていうのと、メモリアルライトに関してはメモリアルライトに関しては何だろうね、なんかエモい曲、エモいっていうか、まあ、それも聴かせる曲みたいな感じなんで、なんかなんていうの、おちゃらけたコールっていうか、なんていうのやめてほしいかなっていう、おちゃらけたコール、まあでもコールに関してはそんなもんじゃない？うん、どうでしょう、なんか来てますか何言ってんのこいつみたいな、来てます一旦まとめてみて、まあコールじゃあメモ、はい、まとめます今やっといてね、コメントでコールまとめます、どうぞ最初からコールコールのまとめ、コールのまとめに関して基本的にはリバイバーにお任せしたい、うん、でお任せするにあたってやっぱみんなを巻き込めるコールがいいと私たちは思っているので、うん、まあ、分かりやすいね、トラトラトラとかねのがのそこら辺のこうレベルっていうか、そこら辺の分かりやすいのを主に作ってくれたら、なおグーで、なんだ、あ、エモい、シュースタとかアンコーじゃない、メモリアルライトとかの落ちサビとかは聞かせたい、私たちは聞かせたいので、コールなし、コールなしが嬉しい。なんかでも手拍子とかね、手拍子とか、うん、なんか、うん、が入っちゃうとか嬉しい。で、なんでうちらも煽れるようなコール？まあなんかその難しいコール、認知度の低いコールに関しては、うん、やっぱやめてほしいなっていうのかな。あとは内輪でこう内輪で盛り上がらずにっていうのがいいけど、それよね、みんなの課題だね。わかんないね、うちらも。ね、まあ、だから本当に初心者の方とか老若男女、うん、でフロアがいやいやこれは知ってるでしょうっていうもので構成してほしいかな、うんうん、そうですね、でもそれが本当に死ぬまでってわけじゃなくて、うん、まあ、今は今のこの現時点ではそういうコールで構成してもらいたいですね。そうですね、まあ、でもベースは本当にね、基本、まあ、それを踏まえてみんながコールを作ればいいと思う。私がこのコールやれとかじゃなくて、今のこのリバイバルアイからのお願いを踏まえた上でみんながコールを作ってくれたら一番理想形かなっていう感じだから、本当にさっき言ったけどコール入れるところはイントロ、感想、アウトロ、プラスアルファの名前コールだけで構成しました。場所は別にどこでもいいんじゃないって僕は思うけど。そうですかね、なんかそのまあ多分だから 2B とかてか分かんない歌ってるところ全部歌ってるよ。いやそれ歌ってないじゃないですか、だからテテ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 とか歌ってるところでもコールミックス入ってた方がわあ盛り上がってるってなるところもあると思うから、それはなんかまあこ名前コール、そう名前だから、だから名前だけ、うん、だからそのそうだからそのそこで私はその落ちサビだけじゃなくて、そのシュースタで言うとなっちゃんの2番の違う、あ、ちょっと、なんだね、あの、なんだっけ、ゴミはいらないものを、そう、ここでウーロンハイとか言われるのは嫌だって、それウーロンハイって言ってる人とさ、ナッツって言ってる人が喧嘩してんだよね。なんかそれは、なんかそのコールミックスが嫌っていうことじゃなくて、なんかフロアの中、フロアがあまりにもバランバラになってることが嫌だってことでしょ。あ、そうそう、一体感が欲しい、うん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 、だから、なんかその、そもそもプラスウーロンハイがみんなわかんないってこと。いや多分ウーロンハイは分かるんだけど、分かるな、え、分かんないのかな、え、私は分かるけど、そのウーロンハイが
いやそこじゃなくね感がすごいです。だからそのいやすごい盛り上がってウルハイ打ってる人たちが一部います、うん、周りの人たちは今それやんのみたいになっちゃってるってことでしょ。多分その何そのウルハイの何カテゴリーを持ってんだけど、その手持ちあるけど手持ちポールがあるけど、そこでみたいな、そこなんだってなるのが嫌だなっていうのがある。確かにね、僕なんか客観たまにライブ見に行くじゃん。はい、でそういう時に、おおこのコールここで打つんだっていうのは意外とあったりする。そうなんですよ、ね。からなんかああこれはなんか周りの人乗りにきれいだろうなっていうのはたまに思ってはいる。そうそうそう。だからなんかこの前その絶対的リスタートで。ワールドカオスがなかった日があったんですけど、あそうだ逆にあれはなんかうないのってなったからなんでないのってなったから6名間、ね、あそうですね多分そのなんか僕心の中でワールドカオス言ってたのにあれってなったからねあれ あると思ったからわーわー言わなかったんだけど、だからそのなんだろうね、なんか全部がダメってわけじゃないですよね。だからそのなんか空気を読むじゃないけどなんかそういうので別にオタクしてほしいわけじゃないんだけど、なんかやっぱそのね、まあ、リバイバーを大事にしたいのはもう一番にあるんですけど、新規さんに「何あの現場」って言われるのはなんかリバイバーの印象も悪くなるし、だからやめてほしいのかなって、そのだからそのやっぱコールを打つ場所をちゃんと考えた方がいいよねっていう、だからそのウロハイはやめてほしいです。例えばみんな「なんえここ?」みたいな、まあ週3のワールドカオスも多分そうなんだけど、これがこうやってなんかクラップがいい感じになるのに、そこだけわーわーってなるのがなんでそこってそこなんだみたいななっちゃうし、やっぱなんか私がステージ上から見てるお客さんを見ると、え何みたいなのが多い、もうはるかに打ってる人だけが気持ちいいってなってるのが見えなので、やっぱそこはちょっとなんかまあ周りって言ったら分かんないけど、やっぱリバイバル愛もリバイバーもよく思われたいし、リバイバーさんすごいねとか、リバイバーさん楽しいわとか、なんかそのリバイバーさんなんかやっぱリバイバル愛ってリバイバーも誇りだからさ、そのリバイバーを褒められたいわけなのね。リバイバル愛もなんだけどもちろんね、リバイバーが褒められたらやっぱリバイバル愛もなんかもうまあねみたいな、うちの子たちすごいからさみたいな、やっぱ顔をしたいからこそなんかそのね、あのあれだし、なんかなんだろうね、なんかうんそんな感じですね。コールに関しては変なとこで入れずに、まあ変なとこって分かんないよねでもね、うん、俺は良かれと思って入れてるんだぜっていうのがあると思うんだけど、まあやめてほしい、はい、良かれと思ってることは否定はしないけどやめてほしい、そこではっていう、まあ、何かあればもうリバイバル会議でも、はい、言っていただければ、うちらは一方的に言うしかないそう、ね、コメント読めない、まあ、今日はねこっち側がね、うん、発信をする場所だから、ね、うん、まあ、それを踏まえて、だからその明日のライブからなんかコール打たないとこはやめてほしい、だから極端だから、うん、そうじゃなくて明日のコール明日とかはそう、だから今日のこの配信で2人が、まあ、運営側がどう考えてるかっていうのを聞いてもらった上で、うんうん、次の会議の時にいやこれはこう思うんだけどどうなのみたいな意見が欲しいっていうことだから、うんうん、そうです、そうです、間違いない、やっぱ私たちコール全然知らないから、本当に申し訳ないんだけど勉強しようと思った時もあるんだけど、やっぱ量が多いし、なんかどれがポピュラーなのかっていうのも正直わからないので、だからなんかいやいやいやワールドカオスはここで入れた方がいいに決まってるとか、じゃあウーハイも入れた方がいいに決まってるっていう、そのなんか根拠なんていうの、その理由があるのであれば、そう理由があるのであればそこで言ってもらいたい、ね、私たちはなんか単純になんか嫌だっていうか、なんか耳障りじゃないけどなんか不協和音になってることがやっぱうんってなってるからあれだけど、いやそういうここのコールを入れてるのにはこういう理由があるんだよっていうのがあるのであれば、やっぱそこはちゃんと共有、なんか私たちに言ってもらった方があそうだったんだねみたいな、そうっていう誤解が解けると思うので、そこはね、はいって感じです。でさ、まあ、そのと最初にいいと思ったコールが全部全てなわけではないから、やっぱなんかそこも試行錯誤していただければなって感じ、周りの雰囲気とかもね読み取っていただいて
って感じですかね。はい、はい、だからそのまあこれに関してなんかいやいやこうした方がいいに決まってるじゃないとかそういうのがあるなら21日のリバイバル会議もしくはそれに来れない方は DM とか公式ツイッターの DM とかで、うんうん、待ってます、言っていただけると助かります。非常にやっぱね分かんないからね私たちに関しては。なんかありますか、大丈夫ですか、コールの話はとりあえずって感じですか。うん、まあ楽しい現場がいいよね。そうですね。なんかリバイバー、なんかその新規がパテってなる以前にリバイバーのリバイバーでも亀裂が入っているかハテってなってる人が多いのはちょっとやっぱ避けたいよねっていうのは。まあ確かにね、ファン同士のそのね、まあ、リバイバーの場合はリバイバー、うん、リバイバー同士がリバイバー同士の中でなんかクエスチョンマークになっちゃってるとか、うん、なんだろうね、一緒になって盛り上がれてないっていうのはなんか解消してあげたいなっていうのは思うよ ね、 やっぱなんか一体感ってあるだけですげーってなるの。だから多分一体感を作れる現場ってそんなに なくなってきてると思うので、やっぱなんかそのやっぱこういう風に私たちはそのファンの方と何こういう風に会議ができて、まあ本当は直接がいいんですけど、まあ、意見の交換とかができるからこそその会議の時間を使ってちゃんと改善とか成長していきたいので、やっぱ一体感を、まあ、この前のねリバイバル会議でも言ったんですけど、一体感が欲しいと、もうリバイバルアイドルリバイバルの中で、いやそこはやっぱそのね、まあそのね今ファンの方々がさ、せっかく何ファン全員と仲良くなろうとかそういうタグとかをさ、うんうん、作ってくれてつなげようとしてくれてるのですからだからやっぱその、まあ、そのなんだろう、コールというね大きな課題だけど、そこで亀裂が入るのはなんかやっぱ悲しいよねっていう感じですかね。まあでも前回のリバイバル会議からかなり一体感は出てると思ってるよ私は。じゃないと新規増えないし、うん、だからそれは感謝ももちろんあります。もっと良くしていこうねっていうことですね。そう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 、これが良くなればもっと良くなるしっていうことです。なんかだから別に明日のライブ、まあ、コールしないどこうとかじゃなくて、そのだ良くしようという意でやったら伝わると思います、うん、なんか邪魔しようとかそうじゃなくて、なんか現場良くしようとかそういう思いでやれば多分みんなが一体感が出ると思うので、まあなんかその試行錯誤で出さないとかじゃなくて、なんかもう失敗してもいいから一回コール出してみてって感じなんて言ったらいいんだろう、なんかそのまあやっぱそのコール自体はやっぱアイドル、まあリバイバルアイ、まあアイドルは分かんないけどリバイバルアイからしたらやっぱ嬉しいこと、まあ、盛り上げようとしてくれてるっていうコンテンツだから、それはね別に全然否定しないし全然やっていただきたいなって感じです。はい。だもしなんか、まあ、リバイバル会議ね、今後気になる。なんかその物販で伝えるとかはやめてほしいね。なんかそのどうだったコールとかじゃなくて、やっぱそのリバイバル会議今後多分月に1回ね開催していこうと思ってるんで、その時に。どうすかねみたいな、その場でね言っても1分しか話しないからまとまらないし、ね、まとまらないしそうそうそう、なんかそのやっぱそう、うん、リバイバル会議で話しましょうっていう感じかな、うん、これに関してとかも、はい、基本的にははい、でまあはい、このまま、まあ、そのなんか進みますか、この流れであれ言っていいの、なんか質問とかはショールームとかこのじゃなくてみたいな、ああそう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 、まあ、今言ったけどあっていうのと、あじゃあ前回の、リバイバル会議でお願い、うちら私たちからのお願いがSNS ショールーム配信とでリバイバル愛が悪評価にならないような投稿はっていうそれを言うの、はい、の続きがこれなの、あれっていうこと、いや普通にだから今なんだっけ、今何の話してたか忘れてた、
質問はみたいな。あ、そうだから今その、まあ、まとめ買いとか、うん、なんだろうね、なんか詳細出てないけど何思い込みでツイートとかあったじゃないですか、うん、そのだからそのこれはもう次の話題に行ってるっていうことでいいですか。はい、次の、コールはもう終わりました。コールの場で終わりましたよ皆さん。ちょっと一回仕切りでね、はい、とりあえずまた今から来た人たちもいると思うから、はい、まとめましょうか。ちょっとまとめると、はい、そもそも今日の配信は、まあ、リバイバルアイ運営としてこういうふうに思ってるよ、こういうふうにしてほしいと思ってるよみたいなのを、運営からある種一方的に配信をしますと、まあ、みんなにお伝えをしますという場でございますと、はい、で、ただそれは押し付けではなく、まあ、こういうふうに考えてるけどどうっていうところを含めて、特にコールミックスとかに関しては、次のリバイバル会議の時にじゃあこういう意見はどうなのとかっていうのは、ぶつけてきてねっていう、まずこっち側がこういうふうに考えてるよを、みんなに知ってもらう場所として配信してますっていうことですと。で、また後で今日の、配信した内容みたいなのは、また文言で挙げてもらえます。はい、はい、っていうところで、途中から来た人で ね、 途中から来てくれた人には申し訳ないんだけど、そこでまた話戻しちゃうと今日発信すべき内容が全部終わらなくなってしまうので、はい、コメントは今日は極力割愛した形で進めさせていただいておりますので、はいはい、すいません、お願いします。はい、まあ、皆様の貴重な意見は DM とかで、はい、あと21日のリバイバル会議とかで、上げていただけますと幸いです。で、まあ、そのコールに関してもね、はい、一回終わりますと。で、まあ、その大前提としてみんな忘れないで、そのコールはありがたい、本当にありがたいことなので、全然なんか自粛とかしなくていいです。よろしくお願いします。はい、まあ、今さっき挙げたね、そのここはやめてほしいという運営からのお願いが分かっていただけるのであれば、そこでコールはしないでほしいなっていうことなので、恐れずにコールしてください。明日からもぜひしていただけるのであれば、はい、っていうのが、はい、まあ、1点、はい、で、まあ、その流れで、まあ、だからそのコールのじゃなくて、まあ、この流れで言うと、まあ、そのコールの要望とか感想に関しては物販で聞くんじゃなくて、こういう会議とかの場で聞いてどうでしたかとかを聞いてほしいなっていうの。やっぱその1分だけで反応とか的確な答えを出すことは不可能なので、そこはしかもやっぱバイオルに言われてもよくわかんないから、いいと思うしか言えないと思うし、でそこはなんかリバイバル会議の場で設けてくださいっていうのと、でその流れで、まあ、そのショールームとか、あとなんだ、ショールームとかで今コメントとかでね、まあ、私となっちゃんが運営側なので、なんかね、これってどうなのとか、まとめ買い、例えばまとめ買いは何とかなのとか、何とかなのってコメントで聞かれても、ここでは答えられない、すぐに答えられることではないので、そういう疑問がある人は公式ツイッターの DM はもう24時間365日開放されているので、そちらに疑問を送ってください。やっぱこっちの中でも認識の違いとかがあったりするし、そうだったのみたいな、だから配信とか私が見てて、あ、なっちゃんがこう言ってる、あ、そうなんだっていうのもなっちゃうから、一回こちらで、こちらもこちらで杉山さんと私となっちゃんでここを話して、あ、これはこの質問はこうだよねとかを、なんか的確な情報をお届けしたいので、ショールームとか物販とかでその疑問とか質問を投げられても多分的確な答えは出ないし言えないと思うので、やっぱ DM で問い合わせてほしいっていうのと、まあ、それからの流れでってこと？こっち？うん、まあ、さっきちょっと言ったけど、まとめ買い、まあ、例えばまとめ買いのこと、まあ、詳細は明日って言ったんですけど、詳細出てないのになんか当日限りだと思ってボロクスなんかすごい悪評価につながるツイートとかされてたんですけど、一回 DM で問い合わせてください。そのこれって今日だけなのとか、まあ、そのなんだろう、メセカとかに関してもランダムなのか
果たして選べるのかっていうのは、うん、それ別にリプでもいいじゃんね。あ、そう、リプでも全然、リプでも DM でもいいから一回これってどっちですか、そうですよ、これは選べるんですかとか、まあ、DM もそうだしメールもそうだしリプライも、あの公式に直接問い合わせるコンテンツはいくらでもあるから、それは聞いた方が自分もスッキリすると思うし、なんかその憶測でツイートをし、ツイートじゃないけど発信はしないでほしいなっていう感じだよね、うん、そうだ、そのもしこれってこうなのかって思うのであれば、ちゃんとこの運営に聞いた方がお互いスッキリするんじゃないかなっていう、うん、でそれでなんかね、あのそのツイートとかをもし見た人が、あ、そうなんだ、ランダムなんだとかなったら、やっぱそれでじゃあいいやみたいになっちゃうだろうし、まあ、その自己解決ではなくて、やっぱその疑問があるなら運営に一回問い合わせてほしいなっていうのがあります。まあ、質問とか、まあ、要望とか、そうだから、そのなんか今要望とかもなんか直接ね言っていくんじゃなくて、一回私たちが多分すごい話しやすい人間だから、なんか何でも話してくれると思うんだけど、やっぱそういうのはやっぱあの公式でポンって投げてください、はい、っていうのと、そのあれか SNS ショールーム配信等でリバイバルが悪評価にならないような投稿はお願いします。投稿はしないようにな。んでと思って何があってんだやばいやばいやばい、しないようにお願いします、はい、っていうので、まあ、そういうのがね、なんかなんだろう、そういうのが悪評価につながっちゃうから、まあ、でも前回のリバイバル会議でその理由は全部言ったと思うんで、もう一度言いますけど、 SNS なんでだっけ、 SNS ってやっぱ今主流なコンテンツになってて、まあ今ねファン同士をこうつなげてくれてたりするんですけど、まあそういう人が見て、まあリバイバル愛なんだみたいな、何リバイバーもなんだっていうグループ、何、まあというそのツイートはしないでくださいねっていうのは、まあ、言ったと思うんですけど、うん、まあなんか、まあ、あんまりなんだやめれてないなんていうのが、まあ、見受けられる、ただ見受けられるっていうのがあるから、やっぱなんかそれはまあ会議で決めた上で、まあもう一度発信させていただくと、やっぱ SNS ショールーム配信等でリバイバルが悪評価にならないような投稿はなるような投稿はしないでください。うん、はい、で、あのそう、そのツイートを見て行きたくなくなる人多数いると思うので、うん、やっぱなんかそのもうなんだろうね、いや、まあ、不満があるのはわかるんだけど、なんかなんていうの。まあ、でももうやめてっていうのでもう統一したので、やめてください、そういうツイートはストレスにもつながるので、リバイバーとリバイバーラインの、はい、ので一人じゃないからね、自分だけのツイートじゃないから、もうそうそう、誰かが見てるのでよろしくお願いします。もう本当にそういう本当に耐えきれないのはチラシの裏とかに書いてください。なんかあの発信できないようなとこで鍵やかとか作って、うん、うん、やっててください。もうあの決まったことなので、これはまあ決まったことというか、もう本当にデビュー当時から書いてあることなんですけど、注意事項として、うん、はい、それはちなみにこれ何時まで、でもうすぐねやめないとですねまあでもまあポンポンポンっていかない方がいいですね。あ、じゃあ何時まで、わかんないです。でも7時ぐらいには7時に終わりましょう。7時には終了、はい、はい、終わりましょう。終了します、はい、はい、7時に終わりますよ、皆さん。で、30分ですね、はい、そうですね。あとなんかある、この悪評価系、まあ、悪評価系っていうか大丈夫じゃない、まあ、本当にそこ改善されれば、そう、一つのツイートでストレスを抱える方がいるというのもちゃんとあの認識の上、うん、本当にリバイバル愛だけじゃなくてリバイバー、笠井さんとか、なんか本当に様々な人が見るので、やめてください。はい。で、
なんかね、あ、そうね、あと、前回のリバイバル会議で追加の禁止事項をがあったんですけど、それがライブ用時のリフト、サーフ、モッシュ、直感は禁止っていう風にさせてもらって、今のところ誰もいないですね、うん、そうですね、素晴らしい。でも、なんか一回問い合わせが、問い合わせっていうか、まあ、DM が来たのが、主催、まあ、今だったらリバイバルアイの定期公演で、まあ、他のグループの演者さんが来る場合、来て出演してもらうときに、他のグループの、サーフとか、サーフとか、モッシュとか、直感は、でも私たちからは禁止をしてないから、その各グループさんのルールに従うように基本的になってるので、だから主催、うちの主催ライブで他の方のグループが、直感とかしてても、それは、なんかうちらのルールとはまた別の話になってくるよってことを今。で、本当に普通の対バンと一緒。だからリバイバルアイは、では、リバイバルアイの出演時はリフト、サーフ、モッシュ、直感はダメだけど、じゃあ他の、アイドルさんがリフトとかサーフ、まあ多分直感 OK な人なんていないだろうけど、リフト、サーフ、モッシュが OK ならば、そこのルールに従ってリフトをしたい人はすればいいし、リバイバルアイの出演時にだけやめてくださいっていうだけ、まあ、注意だね、禁止してることなのでしないでねってことなので、別にリバイバルアイの出催とか単独公演でリフトとかやる、あの違うグループさんの出演の時にリフトとかするのに関しては、そちらのアイドルの運営さんのルールに従えばいいので、うん、そこのアイドルさんがルール、あのリフト OK ならばリフト OK だし、だからそこはなんか、リバイバルアイの主催だから NG なんじゃなくて、そこのアイドルさんのルールに従ってほしいなっていうことです、はい、かな。多分前回のリバイバルアイ会議の復習はこれくらいで、あとなんだっけあ、そうで、そのなんか、あ、もう話次次いきますよ今言ったのは、その SNS で悪評価なことは言わないでくださいっていうのと、まあ、配信もそうね、配信も間違いない、あの配信一番多分嫌なんで、あのどうしたらいいのってなるから、あのしかもみんな見てるし、なんかそういうコメントは拾わないので、あのご了承ください、あのもう一律で拾わないので、はい。でまあそんなね、まああのー、はい、短絡評価はダメだよっていうのと、あの分からないことがあるなら聞いてください、ツイッターでね、あのリバイバルアイのメンバーじゃなくて公式ツイッターのリバイバルアイの公式ツイッターで聞いてください、はい、些細なことでも構いませんので、はい、これはどうなんだってなったら聞いてください、はい、っていうのと、っていうのがありました、はい、ありましたよはい、で次にそのファン同士のトラブルが、あのリバイバルアイのホームページに書いてあるんですけど、禁止っていうか、なんかよくわかんないけど、なんかファン同士のトラブルが禁止っていうのはよくわかんないんだけど、まあ、そもそもあの、まあ、ファン同士のトラブルを見ていい思いする人いないですね、基本的にいい思いする人いないので、双方で解決してください。あのなんかね、まあ、あの DM 送られてきたりするんですけど、あの双方で解決してくださいあのなんか直接会ってるけどなんか話してなかったりするよね、なんかその、うん、そこで解決しましょう。でカラリプの煽り合いとかはやめましょう、はい、もう誰が見ても不快だから誰が見ても、まあ、いい思いしないので、はい、ちょっと語彙力ないからね、あの強い感じになっちゃうんだけど、そうじゃないからね、みんな、そう、だからそこはやっぱやめてほしいなっていうのと、あの多分これあの全面的に DM 禁止なので送らないでください。 DM はあのこれもう最初からそうなんですけど、あのでもメンバーにも非があって、メンバーもいいねとかしちゃってたので、もうそれは全面的に禁止にしてます。今で DM も送れないようになります。でいいねとかも最近ちょっと多く見られるんですけど、いいね強要はしないでください。いいねは 100% 善意でやってるので、あのいいと思わないものにはいいねしません皆さん。なのでいいねが来ないから、あのいいねしろとか、なんかそんなの言われたことないけど、いいねの共有しないでください。あの来たらハッピーってぐらいで思っといていただければなって感じです。
本当にいいねしたくなるようなツイートをしてくれればいいっていうこと、うん、してないんだよだからねファンいいね来ないの頑張れ好きだよバナさん好きだよってツイートは絶対いいねするからでもね、あのいいねをしたいと思うツイート、そんなに欲しいならいいねしたいと思うツイートをしてもらいましょう、みんなで。だから本当になんかそのいいねの強要とかがもう本当に今後続くと、まあ、DM もそうなんですけど、DM 多めに見てるところあったけど、まあ、こういうその押し付けとかがあったので、もう完全に全面禁止にしました。で、あのみんながマナーを守らないと、全部があの何いいねとかももうなし、じゃあ一律でなしでとか制限をしなきゃいけなくなるので、本当にあのなんだろう、やめましょうやめましょうじゃないけど、あの、ね、私たちも極力はみんなのツイートに反応してあげたいし、うん、あのみんなのツイートとかをちゃんとあの見て反応と、同じこと言っちゃうけどツイートは反応したいしてあげたいので、あのそういうのが制限をしたくないので、あのはい、あのやりましょうそういうツイートはで、あのやっぱあのアイドルもずっとそれいいね全部にしなきゃいけないってなったら、ずっとツイッター貼り付いてなきゃいけなくなっちゃうので、やっぱそのいいねは絶対に来るものだとは思わないであげてほしいです。来たらハッピーだと思うんだけど、 それはわかるんだけど、その強要となってくるとまた話は違うと思うので、うん、うんそうね、で DM とかもそのなんかいきなりね急に送れなくなっちゃったっていうので、まあ、その正直ホームページがちょっとあの破壊されてたりあのなんか戦国に召されてたのであの今死者蘇生して戻したんですけど、まあ、それはねあの DM が送れなくなった理由っていうのも、まあ、一律で禁止だったんですけど、まあ、そのみんながねあの善意いいねとかしちゃってたから多分なんか止めどなくなっちゃったんだけど、禁止なので DM を送ることに関して一律で、まあでも言ってなかったか分かんないね、 DM を送るの禁止で、いや書いてあるのよ、あ、書いてある、選手号に書いてあるからあの なおね、かつそうそう、だからそれはそういうことではないのであの本当にあのルールとして あるので、それは、うん、あの、まあ、こちらのミスっていうかこちらのあれもあるんですけど、あの反応してたからいいんじゃんってなるのはもう本当にこちら申し訳ございませんって感じだったんですけど、もうそれが一律でなしになってしまったので、で、まあ、そのいいねとかに関してもやっぱそういうのが続くともう禁止にせざるを得なくなっちゃうから、やっぱその気持ちいい気持ちであのSNS とか気持ちいい気持ちで、まあ、気持ちであの方が良くないですかねっていう話で、そうですね、はいって感じなんですけども、なんかありますか、大丈夫ですか、大丈夫じゃないですか、一応全部、はい、終わりましたね、言いたいことはなんか来てますか、コメントとかで気持ちいい気持ちで拾った方がいやだ、拾わないですもんえ、できてるんですか、落ちる、落ちる、恥ずかしいここ笑っとくところか、ありがとう、そんななんかガチガチな配信じゃないので、うん、あの全然なんかなっていただいて、でもうちらの言ってることを分かった上で何かあれば、あ、そうですね、とりあえずあの理解してくれれば一番、そうそう、なんかははって言われて、あ、オッケーでさっていうのを一回こう飲み込んでで全部ははってなったらもう話がつかないので、キャッチボールしようね、ほらバノさん滑ってないよって、ありがとう優しいね、ありがとうございます。ジュンディさんからメンバーからのいいね過去主にリプにが今のところはなくなるわけではないってことで理解 OK？ はい、メンバーからのいいねとかは全然あの止めどなく今後はしていくけど、その改善がされないいいね強要とか、そのなんだろうね、私はいいねしてあげてみたいな感じで言われたから、うん、それはもう要望じゃなくて強要になってるよっていうので、まあ、そのそういうのがもし続いてしまうのであれば、もう本当制限せざるを得ないよという注意でだけ、うん、厳重注意なだけで、あの今まで通りいいねとかはもうします、したい、でもいいと思うツイートのみねあのネガティブなツイートとかアンチなツイートに関しては
しませんいいねしませんので、あのこっちも気持ちいいついてる、そう気持ちいいいい気持ちのいいツイートすごい小泉なんとかさんみたいな感じだけど、まあ、そのツイートをねあのします、はい、いいと思うものに関してはね、うんって感じ、まあ、あとは本当にあの気分だからそのね、まあ、チャンユーとかも仕事忙しくてずっとツイッターね見てるわけじゃないから、うん、まあ、そのいいねは本当に差がある、うん、できないできないできない人はできない、したくてもできない、できないのだからなんかそのうちらはニートだけど、そううちらはマヨニートだからできるけど、うん、なんかそのやっぱ学校とか始まってそうそうそうとか仕事とかのやつでそれをいいね来ないってなるとやっぱ負担がかかるので、やっぱそれはもういいねが来たらハッピーな一日だなってなるレベルの方が自分も楽だと思う、うん、自分もね絶対じゃないと思う、そう絶対じゃない、ね、はい、うん、見てるけどね、見てるけど見てるけどいいと思ったものにしかいいとしない、いいといいといいとしない性質いいといいとしないです、決して嫌いなとかじゃないからね、そう干されてるとかじゃなくて それはなんか感じがしたよね、そう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 、はいでしょうか、なんかあります、いや特にあないんですかなんかはい、というね、あのまあ、ね、踏まえてね、踏まえて、はい、あのね、まあ、本当に大前提のベースで言ってもらいたいと、本当にみんな言ってもらいたいと言うと、なんかマジでみんなのことが嫌とか、みんなが嫌だからじゃなくて、よくしていきたいから要望をお願いをしているだけであって、だからコールとか、まあ、そのに関しても、本当にありがたいし本当に嬉しいことなのですだからなんか本当にここでなんか気負いなんかやまないで、なんていうその気分を沈めることなく、うん、なんかその、まあ、本当にこれってネガティブなことじゃなくてポジティブな会議だと思ってるので、うん、なんかそのやっぱ私たちもあの今一方的にこう要望を伝えてるけど、やっぱその私たちにもなんか何汚点じゃないけど、汚点っていうのなんかこっちにも非がある可能性は、うん、今発信してるものに関して非があるものもあると思うので、うん、やっぱそれもねあのちゃんとあの素直に受け止め、あの正しいのであればね、間違ってなければあの素直に受け止めるので、そうそうそう、なんか全然あのやっぱファンの方ってと気軽にこう意見交換とか、やっぱ皆様の意見も参考にしたいのはあの本当に間違いないので、なんか全然言っていただければ、だからそのゴールとかも、はあ、あのウロンハンやっちゃダメなんだ、じゃあもうやらないでおこうみたいな、何やっても怒られそうだしとかじゃなくて、なんかそのやっぱ相談とかもしてもらいたいし、一回じゃあなんだろうね、チャレンジしていただきたいかなっていう本当、だからもう本当に大前提としてはみんなが好きなようにやってほしいのはもちろんそうなのはそうなので、うん、それになんかまあ補足じゃないけど、やっぱなんかそこがそこを改善できればもっといい現場になるよねっていうのがまあ私たちで、3月21日に、まあ、今配信ではないんですけど、まあ、その会議をしますので、その時にその、まあ、コールとかに関して、まあ、今お願いしたことに関しての、まあ、意見もそうだし、じゃあ多分前回の会議もそうなんですけど、物販はどうなのかとか、じゃあショールームの配信はこうじゃないのとか、こうあるべきじゃないのとか、なんかそういう意見ももらえたら、うん、今のこの全体の何リバイバル会議 の要望だけじゃなくて、うん、プラスアルファでじゃあオフ会はこういうのをした方がいいんじゃないとか、うん、物販もなんか今なんかあれだけどこういう風にやってた方がいいんじゃないとかをやっぱ取り入れていきたいので、まあでも全部を取り入れれるわけではないんで、それはちょっと分かってほしいんですけど、まあ、参考にはあのさせていただくので、あの ぜひ意見とかで、21日のリバイバル会議に来れない方はやっぱあの何 DM とかでお送りいただければと思います。はい、そうですね、じゃあまとめます一応月1回会議はするでいいのかな。はい、で3月21日の時にうち終わって、議論何結論が出たと同時に日程を
まあ多分リバイバル会議にいる人にまずは先にね、何だか3日やるんでよろ、次の会議よろしくっていうのを多分言うと思うんですけど、まあ、今のところはまだ決まってないので、まあ、あの決まり次第、まあ、多分リバイバル会議でお伝えする感じになるかなと思います。おデイジュさん、細かいすり合わせするために会議では動画が見れる環境が欲しいかな。お動画が見れる環境、了解です。じゃああれはね、あのプロダクターなんだっけ、プロダクターなんだっけ、あの壁に映すやつ、プロアクティブじゃなくてプロジェクター、プロジェクター、プロジェクターとかを用意できるようにじゃあしましょうね。マジ、いや極力ね、極力できるね。ジュンディさんから、はい、撮影過去カメコについても何か意見や質問がメンバーからはありますか。ないです。ないよね、カメコちゃんに。うん、なんだけない。多分カメファンの方もあるのかもしれないので、でもそれも、まあ、逆にあるのかなっていう。私たちはやっぱ撮られてなんかのね、やられてる嬉しい、どうぞ撮ってねってね、まあコールもね、うるすいってなるけどね、バノさんとか言われると、うん、そう、だから別に全然。でも逆にそのなんかマナーとか、やっぱカメコちゃんの中でもマナーとかルールとかありそうだ、ね、ありそうだし、でもそれは私わからないからね。カメコ現場はリバイバル映画初めてだしね、うん、そうだからなんかあればって感じですね。まあでもその踏み台とかねに関しては許可が得るてるとことかね、あとなんかもう本当にカメラに夢中でさ、なんかとかはやめてあげてほしいかなっていう邪魔になるようなことですね、うん、まあ、エリア分けとかだろうね。そうですね、まあでもね、前もやったけど、まあ立ち台踏み台エリアとか主催はね、できるけど、ね、うん、なんか一回だ。まあそれもあれじゃない、その会議までにちょっと考えてみたら。カメラですか？うん。そうですね。まあなんか逆にそのフロア側にいてカメコちゃんになんかちょっとって思いをされた方はぜひ意見ください。ちょっと。まあ、私たちからすると、まあやっぱその、まあ、あんまりこの画像載せないでみたいなのは言ってないけど、やっぱそのあれだね、なんかこので写してるここは気をつけてほしい、わかる、このここのフォーカスでこれ当ててる、ここのあみたいなやつ、なんか事故があるよ、周りの子たちそうそうそうとかはなんかちゃんとモザイクをかけたりしてあげた方がいいかなっていう。優しい、私たちはすごいネタにしてるからそれをでもやなんかこのあのここだけを見ないで、ここに映ってるなんかこのことかいう顔とかはあのちゃんとなんか見てこうぼかしを入れてあげたりすると丁寧かなっていう感じ、まあ私たちのお願いっていうか、まあプチお願いね、絶対しろよってわけではないけど、うん、やっぱ実行画とかに関してはやっぱこれはねーって、ファン増えないねーってやつ、ね、うん、これはやばいっていうのに関してはちょっと、まあ、上げる前にね、みんなも確認してもらえる、まあリタッチとかみんなねしてくれてるから全然問題ないんだろうけど、エッチすぎるやつとかね。そうだね、まあないけど、まあ、うん、ないけど、まあでもあの一回これ言ってやつ、脇のやつそう、なんかその脇フェチのツイッターみたいなので脇フォーカスみたいなのあったんですけど、それはちょっとやめてください、怖すぎるんで、あのいろんな2つの意味でコアだし怖すぎるからやめてください。そう、なんかそのそういうやつで許可してるわけじゃないので、そのなんかやめてほしい、マニアックな、コアだし怖すぎるんでやめてほしい。怖かったね、確かに、うん、ちょっと怖かった、被害に遭ってるんで一回。そう、だからやっぱその全体をね、私脇がメインじゃないので、脇が顔なわけじゃないからあの全体を写してパフォーマンスを見てほしいな、いくらフェチでもね、うん、感じですね。ミータンのなんか腹とかね、なんかそれはいいよ、なんか見せてるやつだから、ね、物だから、そう、見せ物だから私も見てほしいと思ってる部分はいいけど、脇はなんかね、見られたくないからね、うん、やろう、ちょっとねそういうとこはちょっとなんかその意図としない部分は、まあなんか、まあ
やめてほしいのもあるし、ネットにはあげないでっていう、まあ、最悪取れてしまったとしてもその勘違いとかがここね、そう、うん、心のアルバムに入れておいてください、ぜひ、はい、拡散はしないでくださいねっていう、まあ、存在してないから、まあ、まあね、多分いないと思うけど、そんな人は、うん、って感じですかね。あと何か大丈夫ですか。はい、というわけでじゃあまとめを、まあ、これか後でちゃんとまとめてツイートしますけれども、まあ、簡単にさささっとね、今日の議題については、前回のリバイバルアイドル復習、今後の方針については今後の方針でうちらがやってほしい、やってほしい今後の方針、この前の今後の方針は新規の方が入ってきやすい楽しい現場作りは、まあコールとかを見直して、まあ、皆さんが分かりやすいコールを考え直していきたい、これはまあ私たちもさっき話したけど、みんなからも意見があれば21日よ喋ってくれたら嬉しいなっていうのと、重要、間違えた、有名なイベントやフェス開催依頼がもらえるように、これからはもうこれずっと課題なので、一回言われても呼ばれなくなるとかもダメな、嫌だから、やっぱ重要動員重要ってうちらがアナウンスした際はぜひスケジュールをちょっとね上げてもらえると、今回みたいにアイドル甲子園とかにお呼ばれしていただけてるので、なんかこの結果をどんどん残していきたいなと。でもまあまあ、これが細くあると、もう動員重要ではない時でもやっぱ基本的にはやっぱみんなそのいっぱいいてほしいので、リバイバーにはやっぱそこはじゃあ俺毎回行かなきゃいけねえのかよってならないための新規さんを増やすっていう、あの皆様の負担も減らしていくっていうのもやっぱその自分のためでもあるので、やっぱそのコールとかそのまあ物販とかもそうだし、新規さんが入りやすいっていうのはなんか新規だけしか見てないのみたいな感じではなくて、やっぱ全部重要になってくると思うのですな、今回3月が結構、ね、そう3月4月もう3月から全部基本的に重要なので、やっぱそれを全部来てくれっていうのはやっぱみんなの金銭的負担とかもそうだし、モチベとかもあると思うので、やっぱそれをさせないための母数を増やすっていうのなので、なんかご理解いただけると嬉しいです。はい、で、追加の禁止事項がライブ時のリフトサーフモッシュ直感は禁止となっていたんですけれども、こちらは今のところ問題なしですが、ですがじゃないんですけど、私たちのリバイバルアイの定期公演とか主催のライブ時の別グループのリフトサーフモッシュ直感に関してはこちら側は禁止をしていないので、そこは各グループのルールに従って皆さん楽しくライブでバイバイしましょうということですね。で、あとお願いね、 SNS ショールーム配信等でリバイバルアイが悪評価にならないような投稿はしないようにお願いしますっていうのが、まあ、悪評価につながるっていう、まあそうですね、さっき言った公式とか公式ツイッターとかでわからない、なんか詳細出たけど分かんないこととか、なんかそのまま分かんないまま はじゃなくて、リップとか DM で確認して、一回うちらも完璧じゃないので、こうね一回で全部が届けられるという2人ではないので、なのでなんかまあこれからまあ分かんないことは何でも聞いてほしい、多分一人分かんなかったらみんな分からないので、そこは協力してくれたら嬉しいです、うん、でそのショールームのコメントとかに関してもうこれからは基本的に読まない感じにするので、そういうネガティブな、マイナスなツイートじゃないわコメントも読まないので、はい、はい、お願いします。これなんで読まれてねえんだってなったらそういうことなので、ぜひ何一つ一つのコメントを大事にしていただければと思います。はい、で前回のリバイバル会議の復習はここまでで、今回新しい議題がファン同士のトラブルね、これはまあ多分つきものというか多分いつだって起こり得ることなんですけれども、うちらからなんか間に入ってどうこうするものではないから、うん、なるべくというか、まあ、ファン同士で解決してほしい、うん、そう、なんかそのファン同士のトラブルの時もなんか出禁にしてほしいみたいなのも言われたんですけど、そういうのは無理です、その自分主観でできないので、それはもう自分で解決するしかないと思います。そうです、はい、なんかこちらでこちらを、ま、巻き込むというか、それは言われてもできないです、運営だからと言って、ね、そんな簡単にはで、そんな簡単にはてか、まあ、こっちもちゃんと考えてるので、
まあ、はい、なんかそれが明らかなる迷惑行為とか、うん、確かに、はい、そのね、そういうことであれば逆に運営にすぐ相談をしてもらえたらとは、うん、なんか、うん、そうですね、前はあったけど、その全然関係ない人からあの悪口のリップもされたとかがあったんですよね、うんうん、その時はもうあのこれはいかんと思って、まあいかんのためっていうのを、うん、はい、連絡させていただいたんですけど、まあ、そういうのが、うん、だからその何だろう、自分個人的な感情で出禁にしてくれとかはもう100無理なので、はい、あの本当に皆さん何かトラブルがあるならもう双方で話し合って解決する方法しかないので、あの運営とかが割って入ることじゃないので、はい、お願いします。こちらがなんか問題を起こした時にどうこうなってるのであればまあ入るけどってことですね、はい、うん、っていうのと、あと SNS ですね。DM は、リバイバルアイちゃんは全面的に禁止をしているので、もちろんリバイバルアイからも送らないし、皆様も DM を送るのはやめてください。で、送れられてきても反応しないので、いいねの反応とかはなしで、はい、あのインスタグラムもダメです。はい。っていうのと、あといいねね。いいねは、メンバーがね、いいと思ったツイートにいいねをさせていただく、それがいいねということなのでメンバーが善意でやってることなので、強要したりするのはやめましょう、はい、といったところでしょうか。いいねが来なかったら良くないので、そう、はい、良くないことですね。そうそう、といったところでしょうか。しょうがないしょうがないというところですけれども、はい、これが今回の2番目の会議ということで、分からないこととあれば、分からないこと、意見と取り入れたい議題があれば、21日に来てくれたら幸いです。よろしくお願いします。とリフトサーフダイブモッシュの、はい、がどういう行為か。なるほど。あ、なんか私前生誕とかはどうなのって言われたんですよ。あ、じゃなくて、そもそもサーフって何ってこと。あ、そう、そうなんですけど、まあ、それもじゃあそれも踏まえつつ、まあいいや、サーフリフトっていうのが2人じゃないけど、なんかよいしょって上げて、うんうん、騎馬戦みたいな、騎馬戦みたいな、そのなんか押し面の時になんかちょっとなんかちょっとよいしょってやるやつで、サーフっていうのが人の上にコロ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 よいしょ、イエーイイエーイ嬉しいっていう、そのバンド系でよくあるやつで、モッシュっていうのがなんかそのふよいしょってこうなって当たりみたいな、よいしょよいしょよいしょってみんなでよいしょ全部よいしょでこのあのバトルドームみたいな、なんていうのぶつかるみたいな、そうそう、ぶつかるやつ、モッシュが一番わかんないわ。でダイブっていうのがあれですよね、その波、あれサーフと一緒、あ、じゃないか、あのもうダイブするお客さんとってこうやって泳ぐやつ、人の上でがダメ。なぜダメなのかっていうと、直感はわかるよ。直感はなんかあの曲中になんかストロングゼロみたいなのを美味しいって飲むやつ、あれはなんでダメなのかっていうと、酔いが回るから、で最善で吐かれたりすると困るのでやめてます。でなんでダメなのってなったら、私じゃない、みんなにパフォーマンスを見てほしいから禁止にしてます。あの一人だけ、ね、そう、上に上がってるとやっぱ見えないんだけどっていうのもあるし、やっぱ一番いいとこってやっぱこう登られちゃうと、いや落ちたび声しか聞こえないよっていうのも残念だしあのやっぱその 転落とか、うん、落ちてしまう恐れがあったりするから、なんかあの禁止にしてます。やっぱあのリフォームズ事務所なんで、はい、そこは責任が負えないので、あのそういうリスクを避けるためにもう全面的に禁止にしてます、はい、楽しそうなんだけどね、わかるけど、そう、なので禁止です、すいません、はい、やりたい人はいると思うけど、はい、あと1分ですが、はい、他に何かあれば、次回のリバーイ会議後にこのルームでその時決まったことや意見をこのように発信する予定ありますか。基本的には多分ツイッターの、うん、そのまとめ画像でやるのがやりたいですね、うん、やっぱその場で決まらないものとかも多分あると思うから、全部の意見を取り入れないで、あ、違う、その会議をした時に、もう一回会議の内容、結論とかをこういう形で配信しますかってことを。しないです。今回はそのコロナの影響で中止になってしまったため、本当はみんなとお話ししたかったんだけどできないというので
配信でやらせていただいてますので、前回同様ツイッターで、まとめを上げさせていただきます、はい、でそれに対してまた何か要望とか、何だろう、その疑問点とかがあるならやっぱ DM でもしくは次回のあとでリプライとかで、はい、まあ、毎回じゃなくてもなんかタイミングで、まあ、四半期に1回とかはなんかこういう形でやってもいいかもね。例えばその休日に行けない人がいるかもしれないし、なんか多少遠方、なんかその例えば、ね、うん、あの静岡とか結構ちょっと微妙な距離で、月になんか4回ぐらいはライブ来れるけど会議の日はどうしてもとか、うん、そういう人もいるかもしれないから、たまにはこういう形もいいのではないでしょうかっていうぐらいかな。次はあの次はしないです、はい、でも検討は全然します、はいはい、あのこういう風に遠方の方の意見とかもやっぱね大事にしていきたいんでね。そう、今日話してること以外のことは会議で聞いてもいいのかなって聞いてる。全然何で も、はい、もう今日話してることでもいいし、なんか話してないでリバイバルアイに対してなんかこうした方がいいんじゃないとかがあれば全然もう何でもOK です。だから悪口とかじゃなければ、その理由のない悪口とかじゃなければ全然 OK です、うん、はい、って感じですかね。はい、はい、本当に何回も言うけど大前提としては皆さんに感謝は本当に本当に感謝してます。本当になんかみんなが良くしていこうって思って時間を割いて考えてくれてるものに、やっぱ口出しをするのは違うなと思って言ってないのもあったけど、やっぱそのそれだけが傍観するだけがやっぱ改善にはつながらないので、こういうふうに言ってるだけであって、やっぱみんなのそういう気持ちに関しては本当にありがたいと思うし、ちゃんと答えていきたいなって思ってますので、ぜひぜひ本当に、もうやめた、考えのやめた、あ、いや、そんなん言うならもういいわって感じじゃなくて、まあ、そのリバイバルアイのフロア全体を良くしていこうねっていうのでやっぱやっていきたいから、そこは本当にあの誤解せずにね、はい、あの良くしていこうねっていう気持ちでしかないので、はい、迷惑とかじゃなくてもう良くしていきたいという思いから来てるものなので、本当にそこはなんかなんだろう、ツンってならずに、またはカチンとならずに、なんかあの見守っていただければと思います。はい、はい、で次回のリバイバル会議が3月21日の、まだ場所は未定なんですけども、はい、開催されますので、そちらにぜひ足を運んでいただければなと思います。はい、はい、そしてリバイバルアイは新メンバーを募集してますので、ぜひ、応募してください。お待ちしております。ということで今日は本当に、コロナの影響で会議と、無線単独公演が中止になってしまって本当に申し訳ありません。申し訳ございません。お時間をあげていただいた方には申し訳ないんですけども、はい、無事延期とさせていただきましたので、ぜひ、チケットを買っていただければ、無料なのでチケット買ってください、ワンマンのチケットを。はい、あと、明日ドイン重要ライブ恵比寿クレアートさんであります。はい、11時40分から出演となりますので、ぜひ皆様遊びに来てください、はい、コールしましょうね、みんなでね恵比寿クレアートさんでは楽しみましょう。はい、はい、ぜひぜひみんなが笑顔の現場をね作れたらいいなと思います。そして夜もね、ちゃんとデセオミニさんで8時45分からはい、というちょっとね時間が空いてしまうんですけど、鳥前はい、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、はい、ということで皆さん本日は長い時間を費やしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、これからもリバイバルアイの応援よろしくお願いしますはい、ということで皆さん本日は本当にありがとうございました。また明日もね、また明日もね、絶対また。